タイトル、頭のいい人は答え方で得をする。はじめに、本書は職場での効果的なコミュニケーションスキルを身につけたい人にとって貴重な一冊です。著者の樋口博一氏は話し方や書き方の分野でベストセラーを多数生み出しており、本書では失望されない答え方、印象に残る答え方に焦点を当てています。特に重要なのは、話の方向性を示すとポイントを絞ってコンパクトにまとめるという流れです。例えば、上司から進捗や様子を尋ねられた時、いい感じでしたといった幼稚な回答ではなく、守備よくまとまりました、盛況でしたといった大人の表現を使い、その後要点をコンパクトにまとめる方法が効果的です。この本では、一問一答形式で答えがちな人、話が長くなりがちな人、褒められた時の対応に困る人向けのアドバイスも提供されています。仕事をスムーズに進めたい人、成熟したコミュニケーションスキルを磨きたい人、上司や同僚からの信頼を獲得したい人には特におすすめの内容となっています。要約本典、仕事上のコミュニケーションにおいて幼稚と思われる答え方と、そうでない答え方に焦点を当てています。例えば、仕事での講演会やイベントについて、上司からの問いに対して面白かったですというような小学生レベルの感想ではなく、より成熟した答え方が必要です。上司がどうだったと尋ねるとき、彼らは具体的な情報や発見を求めています。そこで、まずは話の方向性を一言で伝え、知的な表現を選ぶことが重要です。盛り上がりましたを盛況でしたに言い換えるなどの工夫が効果的です。また、守備よくまとまりました、盤石です、ゴリックですといったフレーズも有用です。この一言は、新聞の大見出しのように、話の内容が一目でわかるキャッチーなものであるべきです。これにより、相手は予測しながら話を聞くことができます。方向性を示した後は、ポイントを絞りコンパクトに要約します。例えば、 A 社のパーティーはどうだった、盛況でした、著名なゲストのトークコーナーもあり、例の M&A の裏話も聞けましたというように伝えることで、スマートかつ分かりやすい報告が可能になります。このように話の方向性を示すポイントを絞ってコンパクトにまとめるという流れを身につけることで、仕事上のコミュニケーションが格段に向上するでしょう。褒められた時のうまい返し方、人から褒められた時、上手に答えるのは意外と難しいものです。ここでは、相手を不快にさせずにうまく答える5つの方法をご紹介します。まずは、控えめな自慢。例えば、自分の本がベストセラーになった時、そんなに良い本ではないですけど、もっと良い本をこれからも書きたいですねと謙虚に言います。また、お子さんが優秀と言われたら、まだまだ親としては成長が必要ですねと笑って返すのも良いでしょう。次に、素直な感謝。相手からの褒め言葉に対して、そのように言っていただけると嬉しいです。心に響く褒め言葉ですねと感謝の気持ちを表すのです。3つ目は、偶然を強調。自分の良い結果をたまたまですよと謙遜して、運やタイミングを強調します。これは、自分や家族に対して使うのがポイントです。4つ目は、冗談を交える。相手の褒め言葉に対して、冗談を交えてバレちゃいましたか、もっと褒めてくださいと楽しく返します。最後に、事実をそのまま。例えば、お子さんが良い学校に合格したと言われたら、勉強が得意なんですと素直に答えるのです。これで相手に気持ちよく対応できます。部下の悩みへの上手な対応法。部下や後輩が仕事が嫌だ、辞めたいと悩んでいるとき、上手に答えるのは難しいですね。ここで大切なのは、まずどうしたのをと優しく尋ねて、相手に自由に話させることです。聞くだけでなく、どうしてそう思ったのをといった質問で、相手が自分で考えを整理できるように導きます。ただし、相手の話にただ同情するだけではなく、話の流れを上手にコントロールすることも重要です。部下が自分に自信を失っている場合は、特にあなたはこれが得意だよね、入社した時からこんなことが上手だったよねといった具体的な褒め言葉で励ますと良いでしょう。これによって、部下が自分の良いところに気づき、元気を取り戻せるかもしれません。困った時のうまい断り方。人に断るのは難しいですが、上手な断り方を知っておくと役立ちます。しつこいお願いや誘いを断るときは、まず今は無理ですけど、またの機会にと答えます。次に同じことを言われたら、また今度検討しますねと繰り返しましょう。こうすると、相手はあなたが断っていることを理解します。話を変える方法もあります。お酒の好きな赤坂のお店に行こうと誘われたら、赤坂のそのお店、
面白い建物ですよねと話題を変えるのです。秘密の情報を聞かれたらまだ話せる状態ではありませんと答えるのが良いでしょう。これで相手に話せない事情があると伝えられます。あなたの想像にお任せしますというのも噂好きの人には効果的です。上司の板挟みになった時はどちらかに肩入れしないように答えます。賛成ですがこういう問題もありますねと答えるとどちらの立場も守れます。善意で押し付けられた時ははっきりとできません、無理ですと断ることが大切です。結構ですと言わないようにしましょう。それは誤解されることがあります。これはしないと決めていますというのもはっきりとした断り方です。最後に話し方のコツを学ぶ本、話すときどう答えればいいか迷うことありますよね。この本には上手な話し方のコツがいっぱい書いてあります。例えば人との話で困っている人や強い人にすぐ怯えてしまう人、質問されると黙ってしまう人のためのアドバイスがあります。具体的な質問には抽象的に、抽象的な質問には具体的に答えるというのがポイントです。これをすると相手に頭がいいねと思われます。例えば部下が辞めたいと言ったら何があったのと聞いて話を聞くのがいいんです。そしてその人の良いところを褒めるのも大事です。善意の人から何度も誘われたり提案されたりした時ははっきりとできません、無理ですと断るのが大切です。本の最初には間違った答え方でコミュニケーションがうまくいっていない人がいると書いてあります。自分は大丈夫と思っていてもこの本を読むと新しいことが学べるかもしれません。